はい、今回の動画はワードの表で文字の先頭を揃える方法をご紹介します。でどういったことかというと文字の先頭をですね揃える方法ですけども。 通常の文章であればタブキーを使うことによってですねこの間を空けてですねきっちりと文字の先頭を揃えることができるんですけどもこれをですね表の中でやろうとするとですねうまくいかないです。まあ、じゃあ実際にちょっとねやってみたいと思うんですけどもじゃあまず日付があってこの次の,ねこの株式セミナーというこのセミナー名のところをですね少し間を空けてね揃えたいといった場合にこの間ですね日付とですねこのセミナーの,ねこの名前の間にカーソルを入れてここでタブキーを押してみます。 はいそうするとねこういった形で表の中でタブキーを押すとですね、まあ、次のセルに選択が移動するだけで通常の文章内ででやっった時とはすすね違う動きになってしまいまいじゃあこの表の中でですね少し間を空けて頭の、ね、位置をね揃えたいといった場合に一、まあ、つねスペースキーでやるっていう手はあるとは思うんですけども、まあ、これはねやってもらうと分かりますけどもスペースキーでですね間を空けるとですねどうしてもこの頭の位置がね半角ずれてしまったりだとかうまく揃わないことがあります。 では、ね、この表の中ではどうすればいいのかというとですね、まあ、基本的にタブキーを使うんですけどもこのタブキーを押す時にですね単純にタブキーだけを押すんではなくてキーボードのコントロールキーを押したままタブキーを押してください。はいそうすると分かりますかね、まあ、標準の状態だとタブはね4文字に設定されているので今こちらでいうと8文字のところにあったんですかね。 なのでこの下のところもですね同じくタブキーを押すことによってこういった形でですね、まあ、きっちりと頭を揃いながらですね間を空けることができますなのでこの表の中でですね文字の先頭位置をきっちりとね揃えたいといった場合は、まあ、通常の文章の、ね、タブではなくてコントロールタブですねこのねやり方を覚えておいてもらえるといいと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました